これで大丈夫です、はい、全然余裕です、はい、これ早っめっちゃかっこいいねんけど。どうもよろしくお願いします。お願いします。どうもかまいたちです。ミスキー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 。さあ今回はですね、はい、スーツを作ろう、はい、単独ライブありますから、そこに向けてちょっと新しいシャレシャレスーツを作ろう。あ、いいですね、久しく新しいの僕あそうですねなかったんで、はい、オーダースーツをちょっと作りたいと思います。いいですね、はい、でも我々だけだとダサくなる危険があるので、はい、はい、あります。今日はプロの人にね、来ていただいております。はい、普段我々の、はい、テレビでいる時とか、はい、スタイリストしてくれてる、うん、ちょびひげです。変えてない島岡さんね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。島岡さんです。全部やっていただいてます、うん、はい、私に関してはテレビとか以外でも、はい、プライベートの服も全部島岡さんにやってもらってますので、そしてですね、今日はオーダースーツを作ってくれる方にも来ていただいてるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。パブリック東京、はい、はい、ZIP に出た際のスーツも作っていただいて。おお、そうなんですよ。まずですね、体を測らせていただきまして、はい、でその後にその体の寸法に見合ったサイズをお持ちして、それを着ていただいて調節していただく、はい、させていただくという形で。わかりました、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、まず体を最初に測らせております。はい、では髪をフォームにしていただいた、はい、この形になります。はい、はい、はい、じゃあ首前から測っていただきます。はい、こんなに見せていただいた方がいい。はい、全然苦しくないです。いや、まあ、これが普通なんであればこれで大丈夫です。はい、はい、今から僕もっと痩せる予定なんですよ。全然どのくらい痩せる。いや、もう結構痩せると思うんで、はい、これ濱家の方がでかいじゃないですか、全体的に。はい、それって素材代は濱家の方がかかるじゃないですか。あ、そういうのってオーダーの場合ってどうなってるんですか。パブリック東京はどんなお店の方でも一律の、えぇ、生地によってでなんかあるって。ほな、大きく作ってもらおうかな。なんだそれ、貧乏性。形悪くなったな。はい。パブリック東京の、はい、新入社員なので、お前たちさんの採寸をしたいという夢があって、え、入ったっていう。マジで？そんなすごいの？なりたい夢が。スーツ屋さんに勤めることでいつかかまいたちの採寸をしてみたいっていうのが夢ってことですか。マジですか。ありがとう。ちょあなたもうやめてください。おい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 で、お早い。この数字を元に、はい、見守っていただきます。はいはいはい、わかりました。スーツのシルエットのイメージ、細身が標準に言ったりあります。細身です。細身、わかりました。ちょっと今が一番太いと思ってた。ちょっとタイトめに。はい、タイトめでお願いします。山内、タイトめおかしい。阪神はちょっと細めなんです、確かに。なのでこうちょっと細身にした方がスッキリ見えるかなと思います。ありがとうございます。半身細いもん。ここは大きいんですね。おいおいで、おいで、おちょいで。最低やな。あれるでコメント。ではこちらをぶちゃけ置いたら、はい、シャツ全部中に入れてください。はい、了解です。ちょっとウエストはね、タイプ目なんで、腰に合わせて。だいぶ薄なってきたかな。めちゃくちゃ濃いよ。だいぶ薄なってきた。割り方がまんまや。ちょっとですね。ウエストもサイズ感いっぱいです。普段ゼロと近いか。はい。嬉しい。いや、全然余裕です。はい、変なとこ分かんない。いつの間にか中国人キャラやってる。どうも、チャンドンゴン。ゲンです。それやんな、恥ずかしい。山内さん、スーツが好きだから。恥ずかしいな、やんな。お前のそういうドラなしでやる時のこの時に
ここめっちゃ思わないからやめてくれ。何が恥ずい、雰囲気ですよ。めっちゃ恥ずいからやめてくれ。スーツくん、好きなだろそれ思んない、おもんな、恥ずかしいからちょい長めの方がいいんかなって。僕、はい、座った時に結構ここがツンデンとなりやすくなるのがちょっとあれかなと。あ、しこまりました。若干長め、若干出ても大丈夫です。はい、はい、横の白がめちゃくちゃ多いよ。サイド白がそれはフレンドいいんだね。白がもうプラスにない。悲しい気持ち。山内さんはもう黒染めしてくれたの。めちゃくちゃハゲてる。見て、引くぐらいハゲてる。大きいからあんまバレてないけど。このやめろやめろ。小杉さん。アングルも。やめんかい。どっから撮っとんねん。小杉さんのやり方。めっちゃ補足してもらいました。サンダルグッチで、ね、グッチ、ああ、いいな。ええー、感じになって、うわー。ゲー。ゲーっていつのお笑いしてるの。ゲー。じゃあ、ジャケットに移りたいと思います。じゃあ、はい。すごいスピード感。目まぐるしく、あ、彼女でも採寸したいっていうのは夢やったけど、まだその夢は叶えないっていうことですか。やりたいの。なんやねん。偉そうに。運転士表示しないので。まあ夢って言ってくれてるのに。どっちかのいいよ。どっちのしたかったの。どっちのどの部分を測りたい。一箇所だけで。かわいいさんの。お腹、俺のウエスト周りを。しゃあないな。なんだ。いや、それさ、最後に測ってもらおうか。最後にもう一回じゃあ測ってもらいます。じゃこの中からまず生地を選んでいただければ。これ早っ。一番楽しいとこちゃうの、ここなんか。ライトグレー早いな。どうしよう。ここなんて全くわからない。こういうのか。僕ら漫才スーツやから基本的に冬的な発想全くいらないから、動きやすくて軽くて涼しい方がいいですね、どうですか。僕に似合う色、僕のぐらい明るい方が好きなんですけど、グリーン。でももう年も年やからさ、うまいコントせんとベージュとか着たらおっさんみたいになるから。俺らはもうお二人で柄一緒で色を変える、今までなかったかな、うん、なるほど、はい、めっちゃ漫才師になる。そうですね、漫才スーツやからそれぐらいやってもいいんかも。いやー悩むわ。からん。漫才スーツとして考える。でも俺漫才スーツでさ、こうあんま合わせてる人は好きじゃない。だから今までじゃあ、そうですね、はい、そこを合わせてどないすんの。どうすんの。いっぱいあるんだよ。ってなったらまあ別でいいんじゃない。例えば山内さんとか、こっち山内、こっち俺にする。お前合わせてるよ。こっちにもね、こっちにもね。合わせてるよ。それなんで、なんでお前さんのこと合わせてるやんってなるやん。はい。もうこんなん、これで早っ。これかこれだったら社長どっちですか。どっちも似合わないですか。僕あ、これも、これもこれもいいですよね、はい、これ、これ近いですか。全然違う。お色味、そう、お色味は多少違います。色弱なんです。一緒じゃない。全然違う。全然違う。今この作業苦痛でしかないんだよ。スーツとかで言うとちょっと濃い色のものの方がフォーマルに見えるんですよ。まあこれグリーンなんですけど、うん、で明るい色のものの方がちょっとカジュアルより見えます、うん、軽快な感じ、うん、なのでちょっと華やかにしたいのであればこっち、うん、ちょっとフォーマルでしっかりしたいのであれば結構深い色の方が細く見えます。おじさんみたいに見えますよね。サイズが細めんで大丈夫です。大丈夫か。大丈夫って。iPad で一応
見れるんですよ、仕上がりのイメージが。すごい、こんな感じで。あなるほどね、うん、かっこいいです。かっこいいな、スタイルがええからな。あとはそれこそ今日の伊藤が着ているのにかなりちゃん、伊藤ちゃん、ちなみに可愛いね。伊藤はこれお勧めしたいと思いました。おお。でもあの子俺じゃなかった、ね、え今これだったの。そう、こっち見せてください。あ、もちろんです。今これだったかどうかもわからない。そっち見てどうするんだよ。しもうちょっと濃い感じ。わかる。さっきのさっきのはこれです。全然違うでいいよ。でこれ見せてください。こちら明るいね。明るいね。明るいね。あでもかっこええな。攻めるなら今までやってないことして、これで、明るいね。明るいね。明るいね。こちらでよろしいですか。はい、はい、僕これにしますんで、僕のこれ基準で考えてください。伊藤ちゃんのこれ選ばれへんようになって。お揃いになっちゃうから。ちょっとなんかネタの感じとかネクタイする。だからさっきみたいに締めないといけないんですよね、あのシャツとかネクタイを色を締めれば、そのバキッとした色で締めないとダメってことでしょう、うん、濃いめで。中白シャツだけとかだったらもう真っ白になるからさ、うん、Tシャツだけとかになったら。じゃあやっぱ最初の伊藤ちゃんのにします。伊藤ちゃんのやつお前が選ぶの。この辺も攻めたい。これ見せてください。これこういう派手なんてネタしてる人甘すぎちゃう。今のこれこういう特殊なスーツでちょっと特殊なん着すぎてる人俺甘すぎちゃうね。いるでそういう人も。黄色とピンク系の一個で持ってて動くとこうキラッとする。このシャツよりもっと多分光沢は意外にいいんじゃない。てっかりするんやと思う。いや意外にいいじゃん。色違いですね。ほら光沢がすごいな。すごい、はい、クロムジックはあるんですか。シンプルだ。そう、ああいいねいいね。あこれいいんじゃないですか。でも意外にやっぱ黒とね、はい、こんなに真っ黒ってあんま見ないですもんね。意外にね、ただの真っ黒今までもないです。そうっすよね。クオリティでいうとちょっとこちらの方がその最初に気にされた薄い糸が細いタイプはこちらです。あこっち、はい、柔らかい。こいつがしっかりちょっとしっかりしてるんですかね。お揃いみたいになるかな。まあこれは別にはそうね、柄揃えてるわけじゃない。あとシャツと、うん、これにします。はい、ありがとうございます。ごめんね伊藤ちゃん、山内が取ったから。山内さんとお揃いで、伊藤ちゃんとお揃いや。おいで。おいでよ。なんで行かなかった。ちなみになんですけど、すいません。刺繍とか入れれますか。内側に英語で、物が入れる。漢字もいけますか。漢字けないんですよ。漢字もいいか。何を入れたかった。素直謙虚感謝。何がきつい。俺全部のオーダースーツ入れてるからさ。お名前のみなんで。ああ、なるほど。なんかじゃあ、賢治。それも森脇さんのシーン。それ入れてもらえ。賢治森脇。素直謙虚感謝が入れれないから賢治森脇。慶森脇にしてもらう。じゃあすいません、それでお願いします。お願いします。ありがとうございます。高とこかじゃ夢やってもんな。失礼します。ねえんで、ありがとうございます。OK、頑張って。ありがとうございます。さあ、スーツできたみたいです。はい。めっちゃ楽しみです。楽しみ。あんなにぴったりのスーツって、パターンスーツじゃないからね。オーダーをきっちりしてもらったやつだから。オリジナルですから。聞きましょうよ。はい。着させていただきます。はい。いい。かっこいいですね。いい。いいじゃん。いい。
めちゃいい。あ、細い。いい。あ、いい。めっちゃかっこいいねんけど。めっちゃ足綺麗。なあ。いいね。山内さん、かっこよすぎますね。山内さん、かっこよすぎるな。すごいな。なあ、はい、ちょっといい。かっこ、いや、かっこよすぎますね。入ってけへんかも、まだ。そうそう、入ってこないですね。なあ、かっこいい方が勝ってるな。さあ、決まりました。はい。こちらです。いいっすね。かっこよすぎ。ちょっとお前それネタ入ってけへんかも。かっこよすぎ。いやそうなるやん。フォーブスの表紙飾ってる。めちゃくちゃええわ。ぴったり。マジで素晴らしい。これ見てこの丈。ぴったりやね。これ以上でもいかれない。なんかいつでも起業できるなっていう。起業するってなったら、うん、こうやろ。俺が後ろやろ。俺めちゃめちゃええねんけどね。動きやすいし、そうそうそう、クッてなった時はもうビリッとかいきそうな感じはないから。そうやな。ほんでここがさ、ここがちょっとでかくなったら、うん、ここもでかなんのよいつも。そう、ここ自分に合わせてもらってのこの細さってないから。うん、オーダースーツやっぱすごいわ。ありがとうございます。かっこつけてまいそう。漫才のに。あ、ほら名前入ってるやろ。さ、人間とかほらちゃんと。あ、入ってる。 K 山内。山内。俺も入ってる。 K 森脇。もう森脇さんやん。お前のちゃうやんじゃん。いやいや、森脇さんのやん、これ。森脇さんとなんか所有権争ったらお前負けるやん。書いてんねんから。いやいや、動画ちゃんと残ってるからそれ。ありがとうございます。はい、完璧です。これで測ってもらったから、今後スーツはもう毎回ファブリック東京さんにこれこの色でこの色でって言えばもうこの形で出来上がる。できるってことやね。うん、いい。もうこのままの格好で単独まで行きます。うん、もう着替えますよ。ああ、そういう意味。はい、着替えるよ。もう非常に気に入った。ふたふたなるから。非常に気に入りました。ありがとうございます。非常に気に入っております。パーンってなりそう。パーンって入れて音。すっごい音なりそうな。あ、すごい。あ、めちゃくちゃテンション上がってるよ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。ね、ちょっと漫才スーツ新調したんですけどね。はい、なんか半沢感すごい出てる。どうもありがとうございました。